日本関東地方神奈川県横浜市港南区、港南中央通り港南中央通りは横浜市港南区の町名。定番を持たない単独町名である。住居表示実施済み区域。港南区北東部に位置する。北東は笹下川を挟んで上大岡西、北西は日野川を挟んで港南一から三丁目、南西は 日の南東は江南4から6丁目に接する。町の中央を神奈川県道21号横浜鎌倉線が通り、その地下に横浜市営地下鉄ブルーライン、江南中央駅がある。鎌倉街道には江南台駅、大船駅、館内、桜木町、横浜、鎌倉市鎌倉駅地区などへの路線バスが運行されている。江南中央駅近隣には 江南区役所、江南警察署、江南消防署などの観光所が集まる。江南警察署西側には、神奈川中央交通横浜営業所があったが2001年に、本郷車庫に、統合のため閉鎖され、跡地には2003年にスーパーオートバックスを、各テナントとする、商業施設、グッディプレイスが開業した。駅北側には、横浜市立江南中学校がある。 鎌倉街道沿いには、ファミリーレストランなど、ロードサイド店舗も見られる。2013年8月31日に、グッディプレース港南中央内にある、スーパーオートバックスが開店する。2014年7月23日に、グッディプレース港南中央内に、セブン &IHLDGS 系のヨークマート、港南中央店が開店する。2018年3月に、 江南区総合庁舎と江南消防署が江南区江南中央通り10番1号から江南区江南4丁目2番10号に移転する。2018年6月30日にグッディプレイス江南中央内にあるスタヤ江南中央店が閉店する。2018年10月18日にグッディプレイス江南中央内に杉薬局江南中央店とダイソー。 グッディープレイス港南中央店開店する。2020年9月25日に、グッディープレイス港南中央内にある、花丸うどん、港南中央店が閉店する。2020年10月14日に、グッディープレイス港南中央内に、明大箱根そばがオープンする。2021年3月26日に、元、港南区役所の跡地に、横浜市港南公会堂と、 高難土木事務所が移転してくる。1972年6月5日の住居表示実施に伴い、笹下町、上大岡町、日野の一部から新設された。町名は地元の要望により、区名から取られた。2021年7月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。国勢調査による人口の推移。 国勢調査による世帯数の推移。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。2016年現在の経済センサス調査による事業所数と従業員数は以下の通りである。町内の警察の管轄区域は以下の通りである。ありがとうございます。